今ですね、フィンランドのトゥルクにいます。トゥルクですね。ここはですね、昔首都があった場所ですね。都があった場所、だいたい1800年頃まで、200年ぐらい前までですね。で、1800年頃ですね、ロシアがですね、このフィンランドをね、占領して植民地化した時にですね、トゥルクっていうのは、これスウェーデンからも割と近いんですけど、スウェーデンの近くにあることを嫌ったロシアの皇帝がヘルシンキに遷都した、感じです。なんで今はヘルシンキが今首都なんですけどね、昔のこと。で、世界文化遺産にもね、世界文化遺産じゃない、欧州のね、文化遺産の指定都市としても認定されているところなんで、まあ、すごく綺麗な街なんですけどね。ここマーケットです。で、ここから例えば何たりとか行く場合と、ここの、広場、市場のところにあるこのバス停があるんですけどね、ここから出発する形です。で、市場もう結構今閉まっちゃってるんですけど、夕方4時ぐらいなんで、花が落ちたりとかね、野菜とか果物が落ちたりもします。八百屋、日本の八百屋みたいですね。声かけてます。安売りするみたいですね。これなんズッキーニ、このピーマン、オレンジ。西洋野菜も結構あるんですけどね。いや、サクランボ、チェリーが入ってます。ブルーベリー、イチゴ、ストロベリー。Okay.